おいでくれ、佐久間はいないか。佐久間、あ、うわー、あ、もう、あー、あー、なに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 、あ、あー、なんだ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 、あー、あー、はい、どうも、こんにちは、ハッションでございます。今回も、この、霧雨が降る森、パート3やっていきます。はい。前回が、まあ、そこそこ物語は進んだんですよね。とりあえずやっていきましょう。はい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 。このね、管理人だかな、なんか名前忘れちゃったけど、こいつがね、後ろ姿がちょっと怖いんだよね。なんかすげえなんか闘神とかいろいろね。あ、始まった始まった始まった。はいはいはい。遅いな、歩くのが。歩くの遅いな。うん。はい。何？はい。なんでしょう、なんでしょう、なんでしょう。鍵か？鍵を差し出してきた。これは？これは？なんぞやほい。スペアキー。50。あ、これで、どこでも入れるのね。オッケー。ありがとう。いい笑顔。いい笑顔。歩くのが遅いね。まあまあまあ、そこら辺はいいとして。とりあえず、どこ出してんだっけ？あっとね、行けなかった部屋があったから、こっち行ってみよう。開かないんか、これは。ああ、なんだ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 、あー、ごめんなさい。びっくりしたんだけど。びっくりしたんだけど。やめてよ、そういうの。もう、いいよ。ガキ。ガキ。あ、お姉さん元気？え、お日記？あ、こんなとこに日記。はい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 。丸年、丸月、丸日。私たちの可愛い孫。元気にすくすく育っておくれ。ミエズとも。愛しているよ。孫は、あの子と仲が良かった。あの子も、孫と接していると、笑顔になった。これはいいことなのか、どうなのかと話し合いになったが、きっといいことになるようにと、私たちは祈りを捧げるだけだ。あ、今日は、あの子たちが約束をしてしまった日だ。あの子は未だに犠牲になる気でいる。私たちは何も言えない。ただ、祈りは途絶えてしまうというのに。うわ、なんだ？なに？は、はぁ、はぁ、なんだ？お前らは、お前か、多分お前だよね。そろそろ、下に戻ろうかな。物語が始まったようですね。ちょっとびっくりしたぜ。オッケー。カット。なんだ。困るんだよ。こっちとしてもこれ以上村を大敗させるわけにもいかないんだよね。なんだよ。村の人だ。しかも嫌な役人だよ。正直ね、来館者はいないでしょ？存続させる意味はないと思うんだけどね。なんだ、本当になんか思ったより嫌な役人だわ。君が一番わかるでしょ。ここが村にとって何の財産にもならないこと。村の発展のためには山を切り開くことが必要なんだよ。それにはこの資料館の存在がちょっと問題でね。ほう、ここで BGM 止まんだ、うん、昔と今じゃ違うんだよ。子供の失踪事件だって近年起こってないし、古い縛りにとらわれるなんて時代遅れだと思わないかい。小鳥、お化けも、お神さんも、ずいぶんインチキ臭い話さ。あー、いるいる。こうなってね、時代遡ると、時代が進んでいけばね、こういうやからも出てくるんですよ。ただ、こういうね、村のね、昔からの言い伝えは守った方がいいぞ、おっさん。オッケー、はい。うん、めっちゃ噛んだけど。おー、なんだね。本当になんだね。俺もびっくりしたんだけど。君がそんなのだから、なおさらここには人が寄りつかないんだよ。まあ、それもそうだね。それもそうだな。うん、なんだ、筆談。あ、ダメもか。君と話すとこうだから。交渉には応じないつもりのようだが、今度の村の会議でここの取り壊しの決議を取るのは決まってるんだからな。あまり非科学的なことを広めるもんじゃないぞ。余計不気味がられて次の仕事が見つからなくなっても知らんからな。まあ、君の場合はそれ以前の問題か。なんだ、嫌なやつ。お、佐久間、君は佐久間さんところのお嬢さんじゃないか。いけないよ、君がこんなところに入り浸っていちゃ。だから佐久間さんもこの案に賛成してくれないんだから。死ね！
待って、放送禁止用語普通に言っちゃった。このたぬきじじい待って、普通に放送禁止用語言っちゃったんだけど、これピヨンか。なんだあれは。失礼な娘だ。今度あの家に文句言ってやる。あ、なんだなんだなんだ。BGM ちょいちょい止まるな。失礼なのは、あなただと思いますけど。なんだね、君は。見かけない顔だが。私は、この資料館の持ち主だった、神崎圭一郎の孫です。孫？神崎氏に血縁者だと。私がそうです。私が血縁者である限り、この資料館の権利などについて、私に決定権があります。なので、あまり好き勝手なことを言わないでください。君みたいな若い娘は相続者。よしなさい。見たところ君は都会の子だろ。こんな屋敷は村に渡しなさい。君の手に余る。もちろん買い取りだって視野に入れているよ。いや、なたぬきじじじゃない。お引き取りください。うん、俺と主人公は多分気持ちが一緒だよ今。まったく、これだから臆病者は。いまいましい電車など鼻くそみたいなものだ。それがわからないとは。今日のところはおいとまするよ。なんかちょっとおねくさくなったけど、こういうやつが最初の犠牲者になるんだよ。俺は全てわかっているんだよ。なんだこのキャラ。はいはい、ごめんなさい、勝手なこと言って。本気じゃないから気にしないで菅さん。ただ佐久間ちゃんと同じようになんだかすごく腹が立って。なんだ、あ、また筆談か。また筆談だろ。うん、なんだ、はいはいはい。まあ筆談じゃないなこれは。ありがとうって伝えたくて。うん、ごめんなさいね。ごめんなさいね、小ネタ大好きなんで。うん、気にしないで。うん、気にしないで。夕飯食べる。おお、ちょっと照れてきたね。菅くんいるか。俺だ、望月だ。なんだ、望月純さん。なんだ、ちょっと行ってみるか。開けてくれ。佐久間はいないか。佐久間、どうした。待って、ちょっと待って。はっ、これは。それで佐久間まだ家にも帰ってないらしくてな。今晩は雨が続くようだし、このままじゃさすがに危険だ。でもそっか、ここから一度出てったんだな。菅君、すまないが屋敷周辺と館内を捜索したいので鍵を貸してくれないか。あー、はいはいはい、とりあえずね、とりあえず、うん、まあ、はいはいはい、すまんだ。もしよかったら君たちも協力してほしい。なるほど、何かあったら俺に伝えてくれ。はい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 、物語がちょっとね進んできたね。私も探さなきゃ。館内を、はい、何もするなって言われたら俺は何もしたくないんだけど、ラッキーマンと同じ思考なんだけど、まあ、はいはい。でもそんなわけにはいかないよ。なんだよ、外見て。なら森には入るな。あ、森に入ったんかな、多分。はいはい。よし。どうだ?お守り。あー、さっきの石、あ、ネックレスか。例のネックレスだ。オッケー。あ、始まったね。あ、うわ、見つけた。何これ全部探さなきゃいけないのかな。これ全部入らなきゃいけないのかな。全部にあんのこれ、もしかしたら。ここはなかったっすわ。はい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 。なんだ、はいはい。手持ちの鍵で開きそうだから開ける。どうせまたあるわ。ほら、あった。もういいよ。なんかもうね、わかった。約束覚えてないから。もう。なに。もう。停電？うわー、やったー。うわー、びっくりした。最後でやっ、ジューサー！どこ行ったんだよ、餅月ジューサー。あ、待って。なに。あ、待って。血の跡がある、わかる？え、待って。あ、なんだ。あー！
約束を果たしにおいで。待っているよ、あの子と。なになになに、ああ、あ、これ追っかければいいのかな。ちょっと待って、開かない、開かない、内側、内側の繊維。なに、あ、こいつ、あ、佐久間、佐久間、どうした佐久間、佐久間ちゃん、みんな探してるよ。さあ戻ろう。どうした佐久間、あ、佐久間、どうした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 、待って待って、あー、なに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 、なに、なに、あ、外、外へ行かない。終わろう、今日は終わりましょう。はい、いや、気になるところで終わらせましょうか。はい、今回は、うーわー、この後、佐久間がどうなったか、知りたいでしょうね。真相を知るには、来週お楽しみってことで終わりましょう。はい。じゃあ、ここまでご視聴誠にありがとうございました。少しでもいいと思っていただけたか、高評価、コメント、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。あと、他にも風たくや、モンハンライズを実況しておりますので、そちらもよろしくお願いします。ってことで、次回も見てくれるかなってか、見てくれないと困る。バイバイ。